マジですごい影響、頭おかしい、いっちゃってるこの人。どうも、支店同士です。41歳女優グラドル、あかにゆいです。私とあかねちゃんでお送りしている日本史の授業ですが、飛鳥時代が終わりまして、次回から律令国家の誕生編に移ります。律令国家といえば日本の礎が出来上がっていく時代でございますが、あかねちゃん、授業の見どころをお願いします。気持ち悪い2号になったなかなかの人物だったってことだよね。このようにね、律令国家の誕生というブロックでは、そこに登場する人物の意外な素顔にも迫っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。